シューグミじゃないのを食べていきます。ルル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 ル目玉グミを食べていきます。やばくないこの大きさ。もう一個同じぐらいの顔だよ。じゃあちょっと開けていきましょう。え、待って、これ面白い写真が載ってるじゃん。じゃあちょっと早速ハサミで開けていきます。切り口あるんだけど失敗したら嫌だから。え、待って待って、すごいもん入ってんじゃん。やばいやばいやばい、いいないいな、これいいよめっちゃ。ほら、え、やば、目玉のもの入ってんじゃん。今びっくりしちゃった。開封だ。4、5、本当にすいませんでした。もうやだ、緑、赤、黄色が入ってます。じゃあ見てて。じゃあちょっと今回は、今日はカラコンを入れていきます。初めてだからうまくいくかな。てぃるー、でももから見てどこかわかんない。すごい目玉グミ。あ、ちょっと待って、青い、とにかく青い。赤を食べたい。じゃあ緑で黄色食べていきます。やば、え、待って、目玉食べるとか怖い、怖いよ。じゃあ除菌していきます。もちろん除菌は必要です。いけるかなこれ。すいませんでした。本当にすいません、ふざけるとこじゃないよ。本当にすいませんでした。もう臭いよ、取るの怖いな。あー、でも可愛い、可愛くはないけど。いやいや、え、待って、もちもちすぎてびっくり。ちょっと見せてくるね。いやー、いたまー、いかがか。怖いよ、本当にもう。はっ、キクの方が美味しい。ストロベリーちゃん、あ、いただきます。でも美味しい。失敗失敗。お味は失敗。はぁ、うん、でも美味しい。なんか終わんの早くね。いや、そんなこと言わないの。ちょっと出すね。4個。じゃあせっかくなら、なんかさ、失敗しちゃったじゃん、やるの。それならもう一個やっちゃう。だよね、なんかさ、ひどくない？だってさ、失敗しちゃったんだからさ、パチンってもう一回やりたいし。食べたくはないんだけど、食べたいことはないんだけど、食べたくないって言うので、もうちょっとまだあるから食べなくてもいいんだけど、失敗したし、間違えてできなかったし、それの練習にもなるからやっちゃおうかな。じゃあ今回は前でやっちゃおうかなって思っております。じゃあちょっとちゃんとこれ濡れティッシュ用意しといて、落ちた時用に濡れティッシュとか用意したりしてやりたいと思います。怖い怖い。見てよ、この垂れ方、血みたい。だって他の人やってる時さ、そんなことなってなかったもん。お、いい音。あ、でもしなこちゃんとかが目玉がいいとかやってる時は絶対こう口でカチッてやってなかったりしたな。じゃあちょっと口でやんない方が良かったのかな。おいしい、おいしいね、これは。これからもいろんなお菓子食べちゃうから、みんなちゃんと見てよ。